はい、今日は知らない方もいらっしゃると思うので自己紹介をしたいと思います。はい、まず私からアニメ大好きパルフェのリーダー神奈川県出身のんちゃんこと西山のぞみです。よろしくお願いします。のんちゃん。はい、私がポン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 って言ったら皆さんと一緒にセラポンって言ってください。お願いします。いきます。ポン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 、セラポン。はい、栃木県出身セラポンこと工藤セラです。よろしくお願いします。セラポン。はい、私がタケノコノコノコって言ったらみんな一緒にノッコって言ってください。せーの、タケノコノコノコ。神奈川県出身ノッコこと西山のりこです。よろしくお願いします。ノッコノッコ。はい、行きます。いつでもバイバイ。どこでもバイバイ。いつでもどこでも毎日バイバイ。ありがとうございます。毎日あなたのそばに行きたい長野県出身マリマイことかけまいです。よろしくお願いします。バイバーイ。はい、私の今何時って聞いたら皆さん正時って答えてください。いきます。今何時？正時。茨城県出身正時リコです。正時って呼んでください。せーの、正時。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、松戸のハロウィンイベントさん、イエレベントにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。私たちも初めて松戸に来るんですけど、はい、普段は都内のライブハウスなどで活動しております。はい、今日はですね、夜にも秋葉原の方で、はい、あれライブがあったりして、はい、まあ、こんな感じで土日に結構活動をしております。はい、今日はハロウィンということで仮装もしてきました。まあ怖いか怖くないかって言ったら全然怖くないです。まあでもまだ朝っていうか ね、 そうだね、早い時間だからね、怖がらせちゃいけないと思って ね、 そうだよね。昼間は可愛く行こうと思います。はい、逮捕してるだって。すごい、お客さんの方もね、ちらほら仮装してる人がいっぱいいるからね、嬉しいですね。嬉しいね。じゃあ今日ちょっと寒いですけど、はい、そんな寒さを吹っ飛ばすぐらい盛り上がっていくので皆さんもよろしくお願いします。早速1曲目からいきたいと思います。はい、それでは聴いてください。ステップバイステップ、ステップバイステップ。
お疲れ様です。